冒頭発言なしですので、ご質問よろしくお願いします。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。読売新聞、重松です。はい、お願いします。おはようございます。マイナンバーカードを使った保険証について伺いたいんですけれども、このマイナンバーカード保険証を利用すると、患者さんの負担が増えるというふうに伺っております。で、対応できる病院を増やすための措置だというふうには理解しているんですが、結局その患者さんの負担を増やす結果に、なってしまうと、マイナンバー保険証の目先のメリットというのは下がってしまうように思います。マイナンバーカードの利便性向上に持っていきたいのか、どういうふうにもしたいのかという方向性がちょっとよくわからないんですけれども、大臣はこの点どのようにお考えでしょうか。お伺いできればと思います。はい、おそらく質問の中でご理解いただいているんだとは思うのですけれども、保険医療機関の診療報酬改定については一義的には厚生労働省において定めているものとなります。患者さんはマイナンバーカードを健康保険証として利用することで、医師、薬剤師に自分の薬剤情報や特定健診情報が共有できるようになる、つまりより良い医療を受けることが可能になる。この点は私もこれまでお伝えをしてきた通りです。こうした観点を踏まえて、厚生労働省のいわゆる中医協、中央社会保険医療協議会で議論が行われて、この議論を経て診療報酬の評価が新設されたというふうに聞いています。マイナンバーカードは対面とオンライン、いずれの場合でも本人確認ができる身分証であるということ、デジタル社会のパスポートであるということは、これまでも申し上げてまいりましたし、これからもお伝えするつもりでございます。デジタル庁としては、引き続きマイナンバーカードの利用のメリットについて、丁寧にご説明をする、その責任を負って、さらなる利便性向上に取り組んでいきたいというふうに考えております。ありがとうございます。関連してなんですけれども、大臣がおっしゃったように、厚労省中医協での議論とはいえですね、やはりそのマイナンバーカードの全体像、利便性の全体像というのはデジタル庁が描いていった方が国民に対するメッセージの統一にもなると思うんですけれども、今後その利便性を拡充していくにあたってどういうふうに進めていこうとお考えでしょうか。はい、もちろん今お話しあった通り、マイナンバーカードの利便性という点においてはしっかりとこれまでも議論してきましたけれども、重点計画においても記載をしていくということになろうかと思います。すでにこの薬剤情報、特定健診情報が閲覧できるようになったという、これマイナポータルからもできるようになったということだけではなく、公金受取口座の登録も始まっていますので、こうした利便性の向上をデジタル庁としてしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい。はい、テレ朝新さんお願いします。おはようございます。聞こえますでしょうか。はい。はい、すみません、ちょっと入札の件をお伺いしたかったんですけれども、はい、その一部記事の方で医者入札の多さというのが指摘をされていて、これまで86件のうち半数以上の44件が医者入札というふうにされているという、記事があったんですけれども、こちらについて事実かどうかというところと、もし事実であるとしたら、医者入札が多いということについての問題について大臣どのようにご認識されていらっしゃるか、お願いします。
まず個々の記事の内容に対して私からコメントすることは差し控えることとさせていただきます。事実関係等の詳細についてはこの会見の後に事務方から説明をさせていただきます。情報システムの調達に限らずですけれども、慰謝料札が多くなることは落札価格の高止まりが懸念される、こうしたことで多くの事業者に参加していただいてより経済性を高めることが必要、こうした考え方を持っております。デジタル庁としては令和4年度デジタル庁調達改善計画を策定しています。汎用的な製品、オープンソフトウェアの活用、広報技術的対話による新規参入事業者の確保、保守等契約への新規参入促進を図る環境改善、慰謝料札の回避方策の検討などを行うこととしています。引き続き慰謝料札の改善に努めてまいります。システムや業務の特殊性などにより慰謝料札が避けられない場合も存在するものと認識はしております。一方でベンダーロックインなどは適切な競争環境を損なってシステム整備や運用費用が高止まりになるなどの問題があるという認識も持っていますので、その排除に取り組むことが必要、このような考えのもと今後も進めてまいりたいと存じます。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、よろしければ次最後にしたいと思いますけれども、朝日新聞平井さんからチャットで、記入されています。読み上げます。昨日デジタル社会構想会議が開かれました。4月からデジタル庁は700人体制になりましたが、他国の同様の組織に比べますと人数は圧倒的に少ないと思います。構想会議では委員の方々からデジタル庁が扱うテーマが非常に幅広であることを踏まえ、リソースが限られている中でどの施策にフォーカスを当てるか、失敗を許容する文化をどう作るかといったご意見もありましたが、牧島大臣はデジタル庁が今抱えている組織としての課題についてどのように考えていらっしゃるかお聞かせください。はい、ありがとうございます。4月から12名のいわゆるデジタル庁1期生の多彩なメンバーも加わって約700名体制になりました。デジタル庁だからこそいろんなバックグラウンドを持っている方たちが活躍していただけることができる、これがデジ庁の大きな特徴でありますし、この持っているキャラクターを生かしていくということが重要だろうというふうに思っています。それぞれいろんな多様なバックグラウンドがあるからこそミッションビジョンバリューというものを大事にしようということ、またコミュニケーションを密に図っていこうということもこれまで累次にわたってこのデジタル庁の中で共有をしてきたというふうに思っています。デジタルならではの文化、これが一つのショーケースとなって霞が関全体を変えることができるようにということも意識しながら進めさせていただいているということはお話しできるかと思います。昨日は今後の重点計画を作成するにあたってデジタル庁がデジタル社会の司令塔でありますし、なおかつ作るのは羅針盤でありますので、そういう点では意欲的な重点計画にしよう、こうしたことを有識者の皆さんからある意味激励を込めてメッセージをいただいたんだというふうに思っております。これからまたアイデアボックスなどを通じて国民の皆様とのコミュニケーションを図りながら重点計画策定に向け準備をしていきたいと思っています。平井さん、よろしいでしょうか。はい、それでは他になければ大臣ここで退席いたしますけれども、先ほどありました通り新さんのご質問に関係してですね、事務方残っておりますので、ご関心の方引き続き、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。